はい、こんにちは、レトスノーノです。9月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。実力を上げる模試の値上げまで残り数時間となりました。本日までは今の価格なんですけども、明日11時に日付が変わりますと値上げになりますので、その点ご注意ください。弊社の予想模試は具体例とか考え方とか問題文の理解の仕方などそこまで解説しております。なので市販の過去問集や予想模試とは質が違います。合格するための虎の巻としてぜひ使ってください。年に1回の試験、今年の合格を目指してできる限りのことを一緒に行っていきましょう。それでは本日の3問に入ります。留置権は登記をしなくても留置することで第三者に対抗することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。留置するっていうのは物を返さずに手元に置いておくというイメージです。留置権については登記っていうものが認められていないんですね。留置することによって第三者に対抗することができます。なので登記は不要だということです。これ具体例考えるとすごくわかりやすいんですけども、時計を修理に出したけれども代金を支払わなかった、修理代金を払わなかった場合、時計屋さんっていうのはその時計というものを留置することができるんですね。つまり時計屋さんっていうのは、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、受け取って代金払わないのであれば返しませんっていう風に時計を返さないで時計屋が手元に置いておく、これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り、時計屋はお金払わないなら時計返さないよっていう風に主張できるって話です。で、そしてその時計を譲り受けた第三者、つまり、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよと。で、その第三者が時計屋さんに、私買い取ったんでその時計、引き渡してくださいって言ったとしても、時計屋さんは代金支払ってもらってないから代金債権に基づいて、留置権を行使することができる、つまり留置権を持って対抗することができるっていうことなんですね。よって第三者が現れたとしても、時計屋さんは第三者に対してお金払ってもらえないから、あなたってこれ第三者のことですね、第三者にも時計は渡さないよというふうに第三者に主張できるわけです。まあ、このように具体例を使ってイメージできれば、まあ、当然ですよね。このようにイメージしながら学習するっていうのが個別指導なんですよ。で、個別指導の受講者さんについては留置権に関するポイントの動画別途お伝えいたしますので、そちら受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。で、問いにですね、個人 A について、かつて破産手続き開始の決定があり現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していない場合、 A は免許を受けることができない、丸か×かという問題です。これ答え×ですね。復権を得た日から5年経過していなくても免許を受けることできます。だから×です。復権を得れば直ちに免許を受けることができます。復権を得ていなければ免許を受けることができません。で、これっていうのは、復権っていうこの漢字見たらすごくわかりやすいんですよ。復権って、権利が回復するって書きますよね。つまり、復権を得た時点で、もう権利が回復するんです。免許を受ける権利が回復するんですね。だから、もう5年待つ必要はないということなんですよ。言葉の意味がわかれば、覚えるまでもない問題なんですよね。だから私自身も別にこれ覚えているというよりも、復権って権利もうね、回復してるから、いつでも免許受けれるじゃないのっていう形でもう答えを導いちゃってるんですよ。で、多くの方が復権を得たらすぐに免許を受けることができるって覚えるんですけども、覚えるというよりもこの、まあ、復権のこの漢字からね想像できれば覚えるまでもないのかなって私は思います。で、問い3ですね。工事施工者とは宅地造成に関する工事の請負人、または請負契約によらないで自ら工事をするものを言う、丸か×かという問題です。答えは正しいですね。工事施工者っていうのは2パターンあります。それは請負契約による場合とよらない場合です。請負契約による場合、工事施工者は宅地造成工事の請負人、まあ、つまり工事業者ですね。これが工事施工者になります。一方、請負契約によらない場合、まあ、自ら宅地造成工事を行う場合ですね。その場合は、自ら工事を行うので、自らが工事施工者となります。まあ、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。この方が頭にも定着しやすいので、どんどん具体例を調べてですね、頭に入れていきましょう。
そして、初めにもお伝えをした通り、予想模試の値上げまであと数時間です。年に1回の宅建試験、試験後に悔いが残らないようにしましょう。この動画を見ている方は、実際受験する方の 5% 以下だと思います。弊社の予想模試を知らない方もいますし、また理解学習自体知らない方も多いです。だからこそ理解学習を実践できれば、この方々よりも頭一つ抜け出すことができるんですね。なので合格できるんです。まだ1ヶ月ありますので、最後まで諦めずに頑張っていきましょう。そして今年の合格、一緒に喜びましょう。予想模試はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。